はい、おはようございまーす。うるさいね、朝からね。まだやってんのって、ヨギママはうるさいんだよ。昨日のね、ヨギママの言い方、私ショック受けました。ね。もうやめたらとかね、あなたの判断で、ね、やってるわけじゃないの。私をコントロールしないでくれる？私が好きな話をここでしてるだけなんで、でしゃばんないで、ヨギママもそろそろ。ね。味しめただけやろうが、だからヨギママにも昨日言ったよ。あなたのお家はね、知られてもないし、ね、あなたはね、頼られない人だからって言ったんだよ、私も。ヨギママもさ、ね、私に絡まないで、何かあるごとにさ。え？ひどいよね。ん？てめえこの野郎とか言ってさ、勝手に私もね。なんかストレス解消に使ってんじゃないの、ヨギママも。私ね、なんかブヤって言ってさ、もう生理かしらとか思っちゃってんの。いや、それひどいよね、言い方とかね。私昨日ショック受けたもんなってん。友達はてめえこの野郎お前とか言われて、私ね、ガチで引いたからね、ヨギママのこと。蹴りをつけますんで、電話したいのね。またね、もう関わってくるんでしょ、もうさ。めんどくさいな。もう売名だろ、これ最近閲覧減ってるから。この人。ねえ、15人しか見てなかったよ、料理配信。売名だろ。売名すんのやめてくれる、友達なのに。はい。はい、じゃなくて。ねえ、なんでさ、ずっと同じ声やってんの、マジで。なんでやっちゃダメの、逆に。私に文句つけないの、配信に。あなただって、配信に文句つけられたら文句言うだろ。いや、そうじゃなくて。なんだよ。ねえ、リスナーさんがいろんなとこにさ、ねえ、大変だ大変だっていう風なのをさ、わざと引き起こすような感じじゃん。何が大変大変って。ナナちゃんが大変なのとかさ、いろんなとこにさ、行くわけじゃん。そんなんは知らないよ、そんなん。お外の世界に。のよ私は何なんでそういうことをわざとね、カマチョだからって誘発するんですかって聞いて。わざとやってるわけじゃないし、私。いや、家に勝手に来た人がいるからでしょ、それも。いや、それはあなたがやりとりしたんでしょ、最初に。何が何を言いたいかわかんないよ。話聞きたいから DM したんでしょっていうの。いや、DM はしたけど、話してなかったかな。結局断ってんね、私 DM で。それ勝手に来てんやん。家の住所知ってんのよ。調べたんじゃないの？ネットで流れてんのかな。え、来たら言えなきゃいいじゃん。取り合わなきゃいいじゃん。でも来ちゃったらさ、気になんない？なんで来たのって。いや、110番すればいいじゃん。なんか警察を呼びたくないっていう理由は知ってるよね、ヨギママも。いや、呼びたくないんだったら最初からやりとりしなきゃいいじゃん。そんなさ、来ちゃう恐れがあるかどうかわかんないような人間とさ、やりとり。でも普通の常識だったら来ないでしょ、勝手に断ってんのに。だから、それは私に言うとこじゃないでしょ、相手に言ってよって感じ。ね、エビナの時にそういうの学習してないの？じゃなくて、そういうのを私に言われても困るじゃん。その来る人に言ってよ。私にそれをぶつけられても困るんだよね。いや、違くてあなたの家でしょ？いや、そうだけど、そうだけど、今回は別にいいことに繋がったじゃん、情報提供してさ。どういい風に繋がったのよ。全然意味がわかんないんだけど、昨日の話とどう関係あるのこれ。うぜえわ。で、何を言いたいの？だから、なんで自分がさ、こう、毎回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 、先週も私、電話したい。じゃあ、ほっとけばいいじゃん、それに巻き込まれたくない。あなたはなんで関わってくんのよ、私に。なんで関わってくんの？あなたのリスナーさんが心配して、ななちゃんが、ななちゃんが。そんなんほっとけばいいじゃん、知らないわって。ほっとけばいいやん。関わりたくない人は、ほんね、そういうのは関わんないじゃないの。そういうのを取り扱わない人は、スルーするじゃん、もんずりって言われても。お友達がね、こう。あなたが乗ってくるから悪いんでしょ？そんなん。え？違いますか？何？お友達がね、騒いでるからね、どうしようとかさ、現に見たらそういうわけわからんことやってんじゃん。わけわかんないことじゃないけど、ちゃんと私はこう、道筋を立ててやってますけど、あなたと違って。いや、道筋だよ。で、最後ネタゲストから言えば何でも通ると思ってんだろ？何がネタじゃんだって、こんなお前、朝の。でもさ、いろんなさ、ね、逃亡犯でも何でもかんでも言うのはいいけどさ、いろんな人のさ、じゃあそれは私が騒いだんじゃないの、リスナーがさ、聞いてください。
またリスナーのせいかよ。情報提供を最初にしたのはリスナーですよ。それで違うんじゃないですかって。その流れで、私は情報提供しましたと。聞いて、話を。それをそのまま配信。じゃ、話聞いてる？聞いてないよね。聞いてください。情報提供しました。それの報告を今してんの。で、違うよねっていう。うん、で、昨日あんたがさ、知らない人、見ず知らずの人入れてさ、大騒ぎになった元の部分に関してはどうなのって話を私は言ってるのよ。何が？あんたに非があるんじゃないのそれは。じゃ、入れたことに対して、ね、別に揉めてるわけじゃないでしょ、うん。揉めてもないし。揉めてんじゃなくて、お騒がせしましたで終わったんじゃねえの、なんでまだずーずー言ってんの。だからそのエピソードでしょ、次何があったかって。エピソードは、ただ単にさ、お涙ちょうだいしてるだけじゃねえかよ。悪いくせえてるな、ほんとに。何がお涙ちょうだいよ。説明書きさ、ろくら見てちょうだいねえでいいじゃん。村文書に残ってんだからよ。そうやってね、じゃあ次の日も話題にしてね、自分の枠をね、盛り上げるつも配信じゃないの。あなたには分かんないと思いますけど、ね、顔に下手くそなさ、落書きして、汚ね料理作ってね、たらたらふーんとか言ってね、コメントも止まってんのよ、そうかしな、つって iPad いじくってさ、ね、その配信してるか分かんないと思いますけど、ね、あのさ、一緒にしないでください。一緒にしない、しないで。おい、ほくろ全部聞いてんのかよ、おめえ調子乗んのよ、ほんとに。何がよ。おめえよ。じゃあ、お前こそ調子乗んじゃねえよ。何なんだよ。おめえ。自分が悪くないのかよ、じゃあよ。何が悪い悪くないの話じゃないでしょ、ちょっと。そういうのをね、取り合わなければそうなんなかったんじゃないの。違う、そういうことじゃないの、配信って。ねえ。そういうことじゃないでしょ、っとね。自分さえ良きゃいいの、じゃあ。自分さえ良ければいいんじゃない？ヨギマン何に対してあんた死んでんの？ただ私マウント取ってるだけじゃん、そうやって何かあるたびに。私のこと本当にね、心配してるんですか？心臓痛くなる、本当。あんたに話さ、ね、ちゃんと分かるよ。いや、私はあなたが私に対してね、心配してると思ってないんですよ。昨日気づいた、私は。はてめえこの野郎とか言って私のことを言ったでしょ、ね、おめえがとか言って。私がなんでそんな本気でさ怒ってさちゃんと言ってるかわかんない。あなたの周りにそういう人いますか、じゃあ一人でも。何が？そうやって真剣に言ってくれる人いないでしょ。何を、うん、私はもうあなたとはお友達だと思いません。いやさ、何でも話がすり替えるのよくないんじゃないの。じゃあすり替えてないもん。私真面目にちゃんと言ってんじゃん。じゃあ誰か私みたいに受けてる人いいの、あんたに。いますよ、たくさん。じゃあなんで昨日出てこないの。いっぱいいたじゃないの、枠にも。枠じゃなくて。電話してきたのはあなただけだけどね。だ電話して、ね、こうじゃないの、大丈夫かとかさ、ね、こうじゃないのって言ってくれる人大事にすべきなんじゃないの。いやいや、それでマウント取ってくるのおかしいでしょって、なんかあることです。なんちゃらかんちゃら。一方的に私をなんかマウント取ってんですよ。あんたが頑固で話聞かないから話してんじゃん。いや、いいの。配信のことなんて私にやらしてよ。だってあなたが言うことじゃない。シャシャリ出すぎだっつうんだよ。ちょっとね、シャシャリ出すぎ。あなたが私の枠にシャシャリ出てくるからね。シャシャリ出すぎやん。何言ってんだおめえ。じゃあ止めねえかんな、ほんとに何言っても。何が止めないのよ。助けねえかな、ほんとに。助けてくんないじゃん、なんかあった時。逃げるじゃん、あなた、気をつけて。助けてんじゃねえかよ。髪の毛引っ張られてる時も笑ってたじゃないの、カウンターの横ね。笑ってもいねえじゃねえかよ。助けてって言ってね。私、髪の毛前髪引っ張られてる時、あなたは横で笑ってたよね。覚えてるからね。私、笑ってないけど。あなたの隣にいないけど、私。いつも逃げるじゃないの、なんかあった時に。実際なんでさ、そういうふうに劇場型に話持ってくんの。劇場型じゃない、リアルに話してんのよ。ほんとにさ。何？何でもかんでも話しかくっつけてやってくのはいいけどさ、ねえ、相手のことも考えろっていうのよ。相手のことって何？あなたに何かしたの、私が。だから、何かしました？そういうふうに大騒ぎしたらね、ねえ、私のところにも他の。大騒ぎしてんのあなただよね。ねだけど私可愛いよ。あなたが余計めんどくさくしてんじゃないの？そうやって間に入っていつも。間に入った、いつ入ったの？大げさにしてるだろ。じゃないの、ああじゃないのって言ってるだけじゃん。じゃそれが大げさなの？でもあんたがさ、うんそうだね。私は綺麗にまとめてんじゃん。何？まとまってねえじゃねえかよ。いやまとまってるよ。あなたが出てくるからまとまんなくなるんでしょ？邪魔をするかな。こうやって。邪魔なんかしてねえだろ。私とあんたの配信機会が違うだろうがよ。
全然私の枠に上がってこないんだよ。電話してこないんだよ、もう。コメントもしないんだよ、邪魔だから。でしょ？はぁ。なんかさ、5年に1回そういうことやりたらよね、マジでね。何年に1回？うん、なんかさ、何回に1回かさ、こんな5年前なんて知り合ってねえし、ヨギママと。4年前ね。4年前よ。あんたとこうやってやりとして6年なのよ、もう。でも、シャシャリ出てこないでって言ってんの。シャシャリ出てくるんじゃないっけ。私がヨギママの枠でシャシャリ出るか出ないでしょ。前出てきたろうがよ。潜って見てるわよ。コメントもしないで電話も。今は最近はだろ。最初の方すごかったじゃねえかよ、赤子が赤子よ。今の話をしてんでしょ。よく言うよね、自分のことたまにあげて。ただ自分のストレスを私にぶつけてるだけにしか聞こえないんですか、毎回毎回なんかそうやってさ。私何もストレス溜まってねえし、あなたにさ、ぶつけてませんけど。いや、めっちゃぶつけてるよね。めっちゃぶつけてる。いや、それはあなたがこういうこと間違えてるか違うんじゃないか。あなたに言われる筋合いないし、私は私でやってるからちゃんとね。いや、私は私でやってるんだよ。でもあんたのリスナーさんが心配するのをわざと言わせるからこうなんでしょ。だからリスナーは心配するのはいいですけど、ね、それにあなたが過剰に反応するかおかしなことになるんだよ。過剰に反応しんじゃなくて呆れ返ってんだよ、半分バカ。じゃあ呆れ返ったら呆れ返ったでいいじゃん、ほっといてよ。本当にさ、もうさ、更年期なんじゃないの、最近。あなたが更年期でしょ。あんたでしょ、更年期。あなたが昨日すごい言い方をしてて、てめえとかお前とか言っただろ、今日。あのね、いい加減ね、先週ね、今週でこういうことが繋がってたら使えてんだよ、こっちは。何が？ただ繋がったから使えてんだよ、こっちは。繋がったから。先週違うことで電話したでしょ。ねえ、また今週が始まり。今週なんか電話したっけん、覚えてもないわ、そんなん。だからあんたがそういうふうにさ、ねえ、あの、鶏さ、頭脳をしけたらいいか困ってんだよ。マジで。もう忘れちゃうからよ、すぐよ。忘れるわよ。その日その日にやってるからね、私はね。あ、ドラ猫先生の件だってあなたが関与してんじゃんだって、その電話でしょ。いや、じゃなくて、あんたはやっぱ人の深い部分までさ、考えることがいい。いつもだってヨギちゃんは、間に入って揉めるじゃん。昔からそうじゃん、それ。間に入ってるね。何でもかんでも間に入ってる。ハチ君の時もそうだったんでしょ。私は私がよ、あんたはあんたじゃないの。ハチ君も、意見してんじゃん。うん？なんか文句あんの？間に入ってなんか余計なこと言ったりとかさ、そう、大ごとにしたりとかするじゃん。間に入れないでくれる？入れないでくれるって実際そうやってね、相談が来てんのよ、あの、入られた人は。何相談に入る、何間に入られた相談が意味不明なのよ。私は私がよ。あ、私は私が意見してる。もう私に関わんないでって言ってんのめんどくさいかな。すぐそうやっていつも逃げるよね。で逃げじゃなくて、もう飽き飽き、私も。この話終わったんじゃないの？邪魔しないでくれる？邪魔しとくねえけど。ねえ。いや、今邪魔してるよね、私の放送ね。邪魔あなたたちに何人の人が待ってんの、今。は？ねえ。何？文句があんだと自分の枠でやってこんない？つけて。さっきまでやりました。それが配信者じゃないの？あんたのさ、そのわけのわからんこと言ってさ、もう周りをお騒がせする、姫気質がいい加減治らんからよ、もう呆れ返ってるよ。ね、気質じゃない、じゃあ謝ってよ、昨日の言い方。私ショック受けたんだよ、てめえとかおめえとかさ。ごめんなさいね、つぶちゃんね。ちょっと口が悪いんじゃないの？本当に。いくら友達だからって、ね、これでいい？礼を忘れちゃダメでしょっていうの。あ、そうこれやとか、てめえとかさ。じゃああなたもそうじゃないの？少しはさ、自覚ってもう少し持ってない方がいい。持ってます。ねえ、あなたの脳みそと違うの、私は。どう違うの、イケゴな。え？どう違うの、イケゴな。で、ウサギとクジラぐらい違うよ。図体の大きさでいけんじゃないの、あなたもでかいわ、相当。私の方が痩せたらあんたデブじゃないの。ね、気づいてないから、あなたもすごいわよ。よく言うよね。クジラと私じゃあれだわ、うん、あのイルカの違いだわよ。変なスパイシーな匂いするしさ。あら、いいじゃない。カレーライスみたいな。ね、あれじゃない、あのさ、家系ラーメンの匂いがするじゃない。よく言うよ。いいじゃないの、油こってりで。チャキチャキ系かな。チャキチャキ系、あれいいじゃない。私が麺屋昔が。ちょっと疲れてきちゃったの？もう疲れてきたの、年だから疲れてきちゃうね、話すのがね。年ってあんたの密集者違うね。もう疲れてきたの、カチカチやっちゃってさ。ね？まだ話せないの？
もう言うこと言った？満足した？大丈夫？もう満足しちゃって、もういいんだ。そうやって、持ってこうとしてんでしょ？ねえ。いや、私はヨギママのこと許しませんよ。え、何許す許さないって。もう、今回で、私はガチで傷ついたんで。いや、あのさ、その私の心も分かってないんだよね。わらけ許してきたと思うけどね。ん？あんたに何言われようとも、私はさ、あんたのこと許してきたけどね。何許してきたって。傷ついた言うけどさ、いや、もうちょっと関係性見直そうかなと思ってますよ、ヨギママとは。軽く最近会ってないし。最近会ってないしがさ、よく出るけどさ、それは何や。もうドラ猫先生と仲良くしようかなと思ってるの。ドラ猫先生が嫌がってるわ。あ先生が嫌がってんの、私のこと。あのさ、深いところまでさ、人の気持ち考えなって、私言ってんの。やっぱね、あなたがポンプを入れてたのかい？そういうこと言ってんじゃねえんだよ、私が言ってんのは。人の心は深いよって言ってんの。あ、そうなんだ。少しか、私のことも考えてる。もうでも、ヨギママの電話はもう配信中出ませんもん。いや、別にさ、私もなんかあげなさ、言うしか考えないじゃん。何を？なんかあったから、こうやって言うじゃねえなかったでしょ、私が。昨日の言い方ね、私が怒ってんの。ん？あ、ごめんね、私ね、ドギクイっていうか、北斗晶さんのさ、尊敬してくれ。いや、口悪すぎだよ、てめえとか俺とかさ。ごめんなさいね、でもあんただけてめえこの野郎って言うでしょ。何が？あんたもてめえこの野郎って言うでしょ。いや、そんなひどくは言わないよ、私も。言ってんじゃん、私何回も聞いてるわよ。柔らかいからね、私の話し方も。きつくは聞こえないんでしょ。竹前はね、本屋けね、本屋のけよく言ってけどね、無意識にね。もう切っていいですか？もうヨギママいらないんで。私、ものじゃないんですけど。じゃあ、邪魔しないでください、私の放送。はい、わかりましたよ。でも、あんたもちょっと考えてよく言ってんの。で、あなたに言われたくないっつってんの。偉そうに。なんなのよ。何なのあなたは。子供かよ、もう子供か。ね、配信のことに口出さないでくれる？配信じゃねえけど、こっちも配信に支障出たからちょっと言っただけど、なんか支障が出たってそんな影響ないでしょ、あなたのとこには。私、あのさ、人数で比べないでくれる？私は一人一人大事にして。大事にしてたらコメントちゃんと読むよね。読まないじゃないの。私のコメント5分間ピタ止まりだったじゃない。あなたのコメントからさ、やべえのが来たのか、こうやべえか、また来るのか。コメント止まってたらそれしか押してたじゃない、5分間。あきげ返ってるんだっつってんだよ。どうしたらいいか分かんなくて、分かんない。そういうのも考えてつってんのよ。そんな気いいよ、よ、今ももう。切っていい？いや、分かった。いや、そうしたら、しゃしゃり出てこないんだよってことよ。ってことあることに。しゃしゃり出てねえよ、もう。何が？別に、私のところに何もやっぱり影響出てんじゃん、もう。疲れんの。わかる？別に何が、私が何の、ね、話題を取り上げようが関係なくないってのは。あんたのリスナーさんは表ではね、いろいろ言う人もいるし、いろんな人がいるかもしれないけど、一人一人ね、どう思ってんのかっていうのは考えた方がいいんじゃないっていうの。いや、そういうのは考えてるかな。いや、考えてない、ね。何も考えてないでやってるわけじゃないんでしょって、私は。うん、だからそうだけどね、他にね、言いにくく言う人もいるとこが考えてるものをさ、やったりした方がいいじゃないっていうの。いや、そういうのがうざいって言ってんの。いや、それ当たり前のことだよね。知ってるから、そんなんをね、言われなくても。私のやり方だから文句言わないんでって、そこはね、ここは私の枠だし。でも周りになるだけ。あなただって自分の枠のね、やり方をさ、文句言われたらさ、ね。うん。ぶち切れるしよ。うちの見てる人は他にね、こうだ、あがけ言いに行ったりとかね、心配したりとか、そういうのは言わないよ、私は。やっぱり違うよ。そうな。いや、知らないけど、それは。そこを言ってるだけよ。で、その心配って言ってるね、鳩を飛ばしてる人なんて心配してないじゃん、ぶっちゃけ。ただの鳩なの。そりゃあんたの意見でしょ。面白がってるだけじゃないの、他のところで飛ばすってことはさ。でもあんたの枠で米試験の見たことある人ばっかりだったよ。そうなの？長く見てる人じゃない。それはポンプ入れてんじゃん、だって。ポンプじゃなくて、いろんなとこに心配してんだろって。
で、心配してんだったらここにいるでしょっつうのよ、ずっと。いや、自分で止められないから、どうにもできないから、そういうふうになる。ね、他にいるしかないって気持ちも、私は。そういうさ、もうさ、低レベルな配信のやり方やめなよ、そのポンプとか鳩に乗ったりとかさ、本気になったりとかね、そういうの流せばいいんだよ、ね、スルーしてさ。いや、でも、そうすれば諦めてね、ピュッて消えんで、そういうのね。実際でも大騒ぎしてたのは結論的に変わりないでしょ。じゃああなたが一番大騒ぎしてるわ、一番今回。私は何も騒ぎねえけど。一番大騒ぎしてるんで、二日連ちゃんでさ。他の配信者なんか騒いでないじゃん、だって。いや、秋で書いてあんたのことはさ、もうまたやけるよって言うだ。それが正しいのよ、ヨギママね。あ、またかって、もんじゅりまたかって言うのが正しい判断だ。私は友達の目線も入ってたから言っただけですよ。目線を入れないでください。プライベートと配信を分けてください。めんどくさいんで。めんどくさいね。そうよ。配信は配信、プライベートはプライベートちゃんと分けてんだ、私も。でもあんたもたまにさ、公私混同するときあるからね、お互い様なんだよ。しません。プロなんで。何何なのこの人は、本当にイラつくなぁ、さかな長いよね。なんでさ、毎回毎回こうシャシャリ出てくんの、なんちゃらかんちゃら正論ぶってさ、私説教するけど、ただ、言いたいだけじゃないの。うん。ひでまま？はい。お元気ですか？元気よ。ヨギママシャシャリ出すぎじゃない？どう思う？毎回。心配してるんじゃないの？いや、そうだけど、ひでママとかはさ、温かく見守るタイプじゃん。いいえ、見放してますね。でもさ、それがさ、私たちの関係性で正しいんじゃないの？もう男のこといくら言ったってもう、ななちゃんダメだからね。いや、別に、昨日の人は別にね、そういう目では見てないんですよ、ママ。うん、いや、私寝てたから後から聞いたんだけど、うん、またお部屋に入れたのねって後で思ってた。まあ入れたっていうかね、話を聞いただけなんだよね、うん、別に。うん。で、そこを心配してんじゃないのって話じゃない。そら、あんたおめえよとか言って、あの、陽気ままはちょっとね。言い方ひどいよね、普通に。荒いな。荒いよね。うん。最近どうしちゃったの、陽気ままの方がおかしくない？なんかストレス溜まってんじゃないかなって思うんだけど、毎回電話するたびにブチ切れてんだよ、あの人。心配してるんじゃないの？心配はわかるけど、ああいう言い方はないよねっていう話よ。うん。それにあなた、まさか、すごい、今すごかったじゃん。何が？売り言葉に買い言葉で。いやね。私はわざと言葉を引き出しただけよ、私は乗って、うん。どう思ってんのかなって、私のこと。うん、でも結局私がね、聞いてて思ったのは、なんだかんだ文句をつけて、うん、心配とかじゃなく、なんかそう、こうギャッと押さえつけたいだけなのかなって思ったんだよ。いやいやいや、それは違う。違う、うん、あの、それは昔はね、まあ、基本、この間も言ったけど、基本、ほら、ちょっと、ヨギママって昔からちょっとおかしいのとかあるけど、うん、だけど今はあれじゃない、本当に心配で、私なんてね、心配したところで九州から飛んでこなきゃいかないからね。でも、2日目で心配してる、昨日も電話したんだよ。今日は、でもね、まだやってんのみたいな。ちんぽ言うからよ。じゃあね、うん。彼女が言った言葉は、まだこの話題してんの、いつまでやんのって最初来たんだよ。おかしいじゃん、それ。心配とかじゃないじゃん。あ、物はいいよってことだよね。うん。なんか配信に対して私も文句を言われてんのかなと思ったんだよ。違うわよ。うん、言葉が足りなかっただけじゃない。うん。まあ、なんていうのよ。もう、なんかあなたたちはね、なんか年が近いから、なんかついと売り言葉に買い言葉になりそうなとこあるわよ、みたいな。うん。たださ、そのさ、配信のやり方に対して言うのは間違ってるよね。ここの枠で。
だって自分の枠で文句言えばいいじゃん。それ言われたらもう何も感じない天下の。ねえ、偉そう、偉そうにさ、何様って感じで自分閲覧自分のいくつなのさ。ね、大したことやってねえのに、ね、努力もしてねえのに、ね、言えるとこあんのって話についてさ。だったら、ね、少なからずやってから文句言えよって感じやん。頭くるんだよ。配信のやつ。で、マウントとかじゃなくて、ね言えないでしょけど。まあ、いつからナナちゃんそんなこと言うの？じゃあ、いろんな配信者に掃除、ヨギママって。私はなんか、師匠だって言ってた。そういうとこやめた方がいいんじゃないの？どこ行ったってヨギママいるからね。そうでしょ？もう、売名なのかなとか思っちゃうよね、これね。売名じゃないわよ。それは言えると思うよ。まあそれは知ってるけど、うん、心配してるんだと思うけど、なんかついつい強く言っちゃうんじゃない。でも私あのよっぽどこの風物詩になりそうだよね、これ。こいやでも強く言い過ぎだって、あの最近のてめえとかさ、雑談で1時間ぐらい前にこれ置いたら結構これ楽しくて、なんかあんまりさっと、まあ見てる方は楽しいの、これも。私は嫌だけどね。楽しい楽しい楽しいよ。あ、見てる方は楽しいの、笑ってんの、これ。笑ってんだったらいいけどさ。私大笑いしてるから、声出して笑いながら見てるわ。普段私潜っててコメントしないの、コメントするして煽るってことはよっぽど私楽しくて楽しくて朝から。奈々ちゃんちょっとは考えるんだって、ここの枠のことはさ、だってよぎままに関係なくない？その鳩に踊らされて、勝手に。楽しいよね。ねえ、鳩に。ここまで。ここまで余裕なく本気にさせて、目の色変え、あの、か、奈々ちゃんの目を変えさせるの、ヨギママしかいないわよね。まあね。頑張って。はい。じゃあね。はーい。はい。めんどくさいな。まあ、ひでママは大人だな。これいいんじゃないの？よかった、脇毛剃ってて。脇毛剃ったんだよ、昨日。足の毛も。誰にする？今目の前に男いるけど。こんにちは。坊や？坊や、待って。ちょっと待って。坊や、待って。お、待って、早い、歩くの。公園に行くのかな、あの兄さん。早いね。うわ、びっくりした。あぶねえな、クソじじい。あぶない。あー、痛い痛い。あー痛い、お尻痛い。熱い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 、やけどしちゃう。熱い熱い。あ、あ、お尻熱い。あー、あー熱い。見てこの汗、わかる？これ全部水じゃないからね、これ汗だからね、これ。もうべっちゃべちゃで、今日のご飯皆さん予想してください。こちらでございます。ケースはこんな感じ。さあ中身は何でしょうか。正解はですね、こちらです。ビーフペッパーライス、夏っぽいっしょ。あ、お茶バカ、センキューでーす。ビーフペッパーライス。すごくない？ビーフペッパーライスだよ。だからもうニンニクだよね、ニンニク。当たった人いる？公園がダメってことでしょ？たださ、格好がどうのこうの言ってたよね。普通じゃない？これ。おかしくないよね、夏だから。こんな格好して歩いてる人たくさんいるけど。ね、焼き餅じゃないの？あの方の。ね。私が綺麗なこう足とか出してる時に通報するね、あの方がいるんですよ。ね。露出が激しめになると、意地張って通報するね、昔からあの方ですよ。ええ、もう私はね、わかるかな。言わなくてもわかる。
ね、嫉妬とやきもちに、すごいなっていうのが。でさ、服のチョイスで言うのはさ、そういうことでしょ。通報すんのはいくらでも理由があるじゃん。ねえ、水着を指摘するってことは相当な嫉妬をしてるってことだよね、私の格好に。女を出すなと。やきもちですよ、やきもち嫉妬。そういう格好とかね、そういうので通報するのは。警察官も笑ってたよ、その服ですね、みたいな。それ水着なんですかみたいなさ。そうだろ、もっと頭使え、バカが。バカ。なあ、警察まで動かすんだったらもっと頭使って動かせや。バカ野郎が。中止しません。毎年やってんで。家の前でやります。なんか文句ありますか？駐車場でやれば車ぶつかってもいいやん。修理代払えば。ね、隣に車止まってるけど、な、車ぶつかってもいいやん。しょうがないじゃなくて、駐車場か家の前でやるしかないじゃなくて。あと庭かね。中止しません。負けません、私。ね、やれる場所でやりますよ。そうなの？ぐる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 回るっしょ？だいたい100メートル100メートルぐらい広さないとできないっちゅうね。海なんかないっつうね。だから交通費出してください！交通費出してください！タクシー代2万円出してください！出せんの？出したら行くよ、海。今すぐ。2万円出してくれんだと行くけどね。2万円かかるんですよ、海行くのに。3万円かな？湘南だったな。出せよ。そこまで言うんだったら出せよ、海とか言ってんのは。ほんまに。あ、もう疲れた。ご飯いただきまーす。ガーリックライス。ね、マカロニサラダも買ったの。おいしい。パンチ効いてるわ。ガーリックめっちゃ効いてる。うまいね、夏っぽい。夏はニンニクとかいいね。ね、マカロニサラダこんなにいっぱい入ってるの、ほら。これで200円、299円、安くない？こんなにいっぱい入ってて。ねえ、いっぱい入ってるし、マカロニすごくない？この量。マカロニサラダ、うん。だから、ね、今日の朝ごはんは600円ぐらい。安いでしょ。朝ごはん600円。美味しいね。マカロニサラダとガーリックライス合うわ。結構。ねえ。あのね、食べ方について文句言ったってしゃあないよ。だってあなたたちより美味しく食べれるからだし。見せることに関しても。ね、あなたたちがお上品に食べててもうまずそうに見えんだよな。私の持論、汚い食べ方の方が美味しく見える。丁寧に食べてね、お上品に食べるとまずく見える食べ物だ。見た側ね、見てる側、第三者目線だ。豪快にもうね、汚く食べる方がうまく見えるの。うん、そうでしょ。うん、まあ、私はわざと配信では汚く食べてる。普段は違うよ、食べ方。配信に合わせて汚い食べ方をしてるの。みんなに美味しく伝わるように。うん、そう、育ちがいいから。私はね、もともと家が
お家がめちゃくちゃ育ちがいいんですよ。うん、小学校の時に住んでて家賃がね65万のマンション住んでました。駅前の、うん、高級住宅地のね。だから何なのくらいに、じゃああなたたちも文句言うね、人ん家のことに対してね、人の食い方に文句言うねん、だから何なのって、こっちもそうだよね。関係なくない？私の食べ方とかやることに文句言うんでね、ヨギママヨギママって言うんで、そのなんかガチャガチャ文句を言うことをヨギママと一緒になっちゃうからね、ヨギママかって言うんで、そのうん、あ、メンシップ抜けてくれて結構です。今まで6000人以上抜けてるんで、へでもないです。どうぞ抜けてください。あなたの500円なんていらないです、はっきり言って。で、残ってくれる500円が大事です。ね、6000人も抜けちゃったんだよ。あ、やだ、こぼれちゃった。あ、びっくりした、足に。こりゃ大変だわ。ガーリックがもっきり足に。やだな。ガーリックだなって。よいしょ。よいしょ。玉は出ないよ、下に二重に生えてるから。私玉がね、あんまりポロリしない玉なんだよ。収納玉にもいろんな種類があって、ビヨン型、伸び伸び型とか収納式タイプとか、私はコックピットに入っちゃうタイプのキュッて、うん、小さいから入っちゃうんだよ、この骨の中に。見せたくても見せれないんで、今度ね、特別編で見せてあげるって、どっかの外部サイトで。いつか見せたいなと思ってんだけどね。ひどんなちゃんできないでしょ、玉はボロンでしょ、あの人。あの人でかいから。大変だよね、でかいとやっぱりもっこりしちゃうかな。ね、大変なのよ。男の人とエッチやるときとか隠したりとかすんで、こっち系の人はね、見えると萎えちゃうかな。わざと隠すんで、押さえたりとかさ、パンツを二重に履いたりとかね。うん。いつも同じ半身？はい。それさ、みんなもさ、共通して言えるよね。みんな一緒じゃない？みんなループしてない？どっかで見た風景じゃね、みんな。だよね。いやいやいや、まだ私は新しいものを見せてる方だと思いますけど。ね、飯を食ってるとこをいつもと一緒だよねっていうのはしょうがないよね。毎日飯は食うんだからね、ご飯食べないと生きていけないんだからね。この場面は一緒ですよ。ただいつもと違うのは、ここでやるのは初めてだよ。今までここの場所を使ったことないからね、私。ここのエリア、お家のここのエリア初ですよ。そう、気づいてないんだっけ。初のエリアも。ん？分かったんで、スイカ割り楽しみして、ちょっと待って、ご飯食べさせて。30分になったらスタートするかな。な？とりあえずご飯食べさせてよっつうの。な、楽しい楽しい、スイカ割りは30分からやるんだよ。OK。
みんな参加型なんで、コメント欄でみんな支持してもらうってやり方だからね。毎年。うん。ひどんなちゃんの方がアクティブで面白い？結果が伴ってないんや。な？お、な？陰キャでも違えんだよ。な？アクティブすぎてもダメなんだよ。だから言うよ、バッサリ言うよ。そうよ、お友達だからバッサリ言うわよ。でね、効率がいい人悪い人いるんだよ。めちゃくちゃ動くけどパワー使って疲れてね、伴わない人もいる。頭が良くてね、パワーを使わないで稼ぐ人もいるんだよ。藤見ちゃんみたいに。やろ。お家の椅子のとこにこうやって座ってね、くださいと言えばもらね、稼げる人もいるのよ。な、そうなよ。いろんなちゃんの方が人気があるんじゃ、そう思ってりゃいいじゃん。な、そう思ってりゃいいじゃん、人気とかさ。私とひどんなちゃん全く違うんだよ。違くないかな。オカマながらって同じようにね、比べられるとこっちが寂しいんだよね。違うことしてんのに。あ、結局オカマっていうね、キャラクターで見てる人がいるんだなって寂しくなるよ。その人の人間性とかさ、ね、そういうもので見てないんだなって、色物扱いなんだなみたいな。うん、一人一人違うしょ、人間としても。うん。ひどんなんだっけ、下に見てる。私みんな下に見てるし。だったら悔しかったら私抜かしてみるよっつうんだよ。え、器も稼ぎも私より抜かしてみるよっつうんだよ。下に見てダメなのか。抜かされてないもんねえ。それでね、結果を出してるんですけど、私今頑張って努力して、それをブーブー言うんだったら私を抜かしてみるよって思うけどね。ねえ、甘えてんじゃないのっつうの。ん？で、いつかはそういう時が来ると思うよ。来ると思うけど、私も負けずと言え、頑張ってんだよ。努力してんだよ。そうだな。だからみんな見てくれてんでしょ？ねえ、手を抜かないからみんな見てくれてんじゃないの、私のこと。毎朝毎朝毎朝提供してるからじゃないの、みんなが求めるもの。ちょっと待って、今マカロニまだなの。で、比べても違うのね。いや、私は一人で戦ってる、周りなんか興味ないんだよ。他の配信者に興味がないんですよ。そうだね、誰が稼いでるとか誰が数字取ってるとか、ね、周りがそういう人たちばっかだけなだけで、私は何とも思ってないんですよ。うん、簡単な話になってね。ただね、頑張っても芽が出ない人っているんだよね。なんでこの人面白いのにとか、頑張ってんのにっていう人はいるの、たくさん配信者の中でさ。それはでもセンスとかね、魅力とかなのよ、他の部分。そこは足りないだけ。うん、人気商売ってそうなんだよ。やっぱセンスとかがないとね、人気が出ないね。へいへい子みたいな、あの偉そうに言うなって言ってるけどね、閲覧16人のヨギママがあんな偉そうに配信のこと話してんだよ。うん、そろそろそういうのも教えたりとか話すポジションじゃねえのっつうんだよ。自分でそう思うけどね。誰かを指導したりとか盛り上げたりとかする役目でしょ、私は。ちょっと待ってよ、ちょっとするかないするかない。うん、
全然こうパサパサに喉通んないんだよねこれね。うん、だからそうやってね、他人の名前を出す人ってその人を応援してない。ただ私と話したいんだけどね、無理やり名前を出すんだけど、だそういうのが見え見え、私と話したいとかね、そうやって煽りたい人だけじゃん、うん、本当に二人のこと好きな人なんて名前なんて一切出さないでしょ、うん、どっちも応援しますよ。モスコちゃんの方が有名人だから、うん、もう閲覧減ってるよあの人ね、多分今年以内で終わると思うよね、今だけだと思いますよ、ああいうね TikTok なんて、すでに TikTok なんていなくなるの早いんだから、だからモスコちゃんの努力次第じゃない、そこはモスコちゃん頑張んないと TikTok なんてね入れ替わりが激しいんだよ、ツイキャスとかフワッチはそうでもないけど、性格悪いじゃないよ、だってそういうもんだから、そういうもんだよ、でだって去年いた人が今年いなくなるんだから、そういう人たくさん見てるから、私夏のお嬢さん、ビキニがとっても似合うね、ひとひとひさ、じくじくしちゃうってね。でそのまま指示してください、じゃあ今ヤミーが今指示してくれたみんな、で5回回りますね、ヤミーね、5回終わりました、はいはい、まっすぐ、はいまっすぐ、はい右、ちょっと右、どっち、2歩ぐらいまっすぐ、はいはい、左まっすぐ、ちょっとこんぐらい、こんぐらい、こんぐらい、はいまっすぐね、はい、まだまっすぐ、はい、え、この長さも考えてね、闇長さも結構これ市内、市内だから市内、じゃあこいつ下に向けていくか、いやダメ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 、はい、こっち、え、どっち、どっちの差を、左、ここね、左座をね下がる、1、2、うん、はい、こっちか、ここってことか、こう、ここら辺ってことかな、ここね、ここ、うん、はい、ここオッケー、行くよ、行きますよ、闇、
せーの。え？外れた？もうちょっと前。はい。これいい？左。ここ。ここ？ここ？ここ。ここ、ここ。いいですか？はい。ここ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 。いい？ここ。ここね、ここね。行こう、せーので行くよ。うん。ヤミ？あれ？聞こえなくなっちゃった。ヤミ？なんで？ヤミ？落とされたかな？もう終わっちゃうよ、せーの。もうダメだ。なんで落ちたのこれ。もうつまらんとか言う人見ないでくれる、マジで。もう終わるじゃん。